はい、山です。近鉄で OB 倒すやつやっていきます。ドラフトからか。ドラフトからやっていこうか。うち今どこ足りないんだっけ？まあ、全体的にか。まあ、強い選手、一番いい選手を取っていく日本ハムスタイルでいこうか。明石。でも26歳なんだよな。こうなると、よしみ。よしみが2人いるね。まあ、22歳の方でしょう。特にめちゃくちゃ取りたいっていう選手がいるわけでもないと。葛西。柳本強い。だからドラ1で取るかと言われれば、ドラ1で取るか。柳本、二十歳だしね、若いしね。3球種多くねえか、今年。お、いいね。お、いいね。これドラ2で誰か1人取れるな。ってなったらドラ1で野手だな。吉見だわ。これ吉見取って、ドラフト2位で、残ってないかな、誰か1人。3球種。やべ、全員取られてる。全員取られてる。3球種。ピンポイントで3球種だけ狙いやがった。クソが。みんな投手中心に取っていくんだな。関本コントロールがいい。球種は2球種だけど、まあ覚えさせればいいでしょう。ドラ3。福盛。どういうやつを取ろうかな。足の速い。福盛取るか。二十歳の社会人。ECDD。特に取り合わないけど、とりあえず、まあ、ドラ4なら悪くないでしょう、あの成績は。吉見、関本、福盛、3人か。ドラ1、吉見。三振持ちか。打撃センスが光る新人が初球から打ちに行くことができる打率が高い選手である。三振持ってます。積極打法はついてないか。積極打法つけたいね。それか三振消すか。関本、カットボールが俺の新人はボール先行投球になってしまうと、四球持ちか。福盛、みんな赤毒持ってんな。内野安打、走塁 C。 意外とこの福盛が一番良かったりして。帰国選手は誰もいないと。まあ、うちは取れないで関係ないんですが、できれば OB の選手がいろいろ言ってほしいんですが。拓郎、おお、すごい、金徳4つ。拓郎、和田、ハー、アーチストとストライク返球とか持ってんだ。和田、そんな送球良かったんだ。はあ、ついよ。あ、田代も行くんだ。アーティスト引っ張り屋、54本打ってます。はあ、この3人がメジャー行ってきました。 FA で OB のチームがね、いろんな流出。ああ、稲尾が、とうとう稲尾が出ました。稲尾が FA。 OB は取らないのか。でもこいつら桑田、川村を取ろうとしてる。7億5000万。平松安っ、2億1000万か。そら FA、ああ、吉井が FA してたんだ。そうか。吉、あ、ワンちゃんも。工藤も1億3000万、安いな。吉井はダメだよ。ロッテ、ソフトバンク。OB、中日か。もう4億ぐらい出すべきだよな。充実してほしくないもんね。250セーブ。よし、引き止め成功。危なかった。なんとか引き止めに成功しました。4億で。まあ、稲尾はカープ行ったか。大川日本ハム、これちょっと OB 弱くなるんじゃない？これで、これでうちにもチャンスが。
チャンスがあるんじゃないか。桜ドロップ、誰だ近藤って。マスダ、マッスン、巨人のマスダか。タイタに持ってんな。おお、1点台、まだやれるかこいつ。もしかして3球種タイタレビー伸びし、ちょっと買ってみよう。1年間、特納要因にもなるし。まあ35歳か、悪くないんだよな。だから年齢がねちょっとネックだな。アレクサンダー、西口、ブライトン、チャールトン、高橋ってあれか、高橋、あの高橋か、高いね。マキタ、オリジナル選手もクビになってきたね、いろいろ。33歳なんだよな。あ、粘り打ち持ってる。北見をもうちょっとあと何年か買うか、あと3年買ったら。でも3年は、3年も買えないな。めっちゃクビになってんな、オリジナル。あ、二刀流いるじゃん。二刀流とかいたんだ。うちのドラフトにはいなかったよな。スカウティングができてなかったのこう。野手として育てたらよかったのにね。多分投手で育てたったんだろうな。クビになってる二刀流。でもね、32でこの能力はちょっと微妙なんだね。これが19歳だったのね。22歳だったらね、この能力。多分野手能力はそのまま上がってないと思うんだよな。欲しかったね。うわ、強っ。こんなんでクビなんの？強っ。強くねえか、なんか全体的にクビになってるやつら。あ、ロビンソン、ロビンソンはもうじゃあさよなら。あ、チョウドリ29か。もう年俸安くなるなら買うよ。バーバー、エッガー24歳。あんまり美味しい選手なかったね。チョウドリとマスダとこだ。あ、二刀流が拾われてる。ヤクルトに。さすがやっぱ二刀流だからやっぱ話題になるから拾ったのかな。今年コリアに行けるな。コリアに行くのは誰ですか？有望株。深川。25歳っす。あー、ピークか。早熟じゃ、晩成のやつとかいないかな。赤い。塩入りとかめちゃくちゃ強くなりそうだよな。あ、でもこいつ特納持ってんのか。だがちょっと衰えて、怪我かこれ。26歳。下置き前々行かせるか。ピッチャー2人。じゃあ2人行ってくださいやっぱエース候補だからねこいつらは。守備パワーミート、金がねえな。金がねえな、これまずいね。お金がないね。非常にまずいことになってきたよ。年俸がみんな上がりすぎて金がないっていう。デニソンのタイピンチ誰がやってんだ。あー、谷藤がやってんのか。タイピンチいねえのかもう。あー、いねえのか。タイピン C ほぼ B なんだよな。上げてやりたい。左出して我慢してくれ。俺は鈴木を鍛えたいんだ。
あおらじゃないか、くずめ。関本はドロップカーブ、泉谷は特能が得意、早熟。こいつ対左やったのか。で谷藤は逃げ玉対左、制球が伸びねえ。もうスタミナしか伸びない。コントロール、あーもう伸びない。じゃあ中継ぎ適正で曲げてもらおうか。今村、あ今村はい、対左アップ。高見沢はファーストだから次ショートかな。いろんなポジション守るようになってもらいたい。大石はどうするか。もう特能もほぼ覚えてるか。盗塁アップつけるか。盗塁 A にしよう。ノリさんはもうやることがなくなってきたな。ムード丸にしよう。特能が全体的になくなってきてるか、これもしかして。ショート、弾道、守備だな、こいつは守備だわ。早熟なんだよなこいつは。弾道4にしよう。対左ぐらいしかないか、特能が。誰かに対左覚えさそう。高須覚えてる？対左 B か。高須じゃあ対左 A にしようか。いやでもパワー上がんだよな今。パワー上げたいね。25歳、坂根。誰に対左を覚えさすか。こいつかな。こいつでも弾道上げたいな。弾道3にしたい。魚にタイトル覚えさすか。粘り打ち持ってるし。よし、関本ドロップカーブ覚えてくれた。よし、これで3球種。じゃあ変化球覚えてくれ。高見沢は伸びねえから、こいつも伸びねえな。肩、足だ。ピッチャーがいねえのか。ピッチャーが減ったのか。どこだ、ちょっと先発やらしてみたい。あとは期待。で、中継ぎに浜。音坂落として、塩入りも落として、重松も落としたら、落としすぎだな。山川もう無理だな。山川落として、で沢口もいらないよな。
キャッチャー2人いたらいいし、あと1人あげれるわ。絹川、魚あげようか。で、中継ぎにチョウドリー、マルティネスで、抑えがよし。あー、正田、沖、杉江、浜とか使いたいんだけどね。とりあえず最初は2軍でいっか。投手陣はうち結構揃ってるな。問題は野手かな。留学生野手にした方がよかったから、野手が問題だな、正直言えば。高見沢、蓮見も衰えてきてるしね。本当はこいつにもうちょっと頑張ってほしいんだよな。5番がいねえ。5番、6番、とりあえずこんなオーダーで行ってみるか。あとはまあ変えていこう、ガンガン。4番センター真由美。いや、ピッチャー陣悪くないんだよ、うち。やっぱ打線だわ。打線強化しないといけない。控えになんかいいやつが全然いないんだよな。野手留学させないといけんな。なんで俺はあんな投手を留学させたんだ。だって投手にいい選手多いんだもん、うち。強くしたくなるよな。だがうちは野手が足りねえ。投手はそこそこ揃ってるんだよな。野手集めないといけんな。スカウトに野手探してもらおうか。あと外国人取ろう、外国人。それだと外国人スカ、ああ、外国人取る金がねえや。外国人を取る金がねえ。安い外国人取ってワンチャンかけるか。ちょ、外国人一応。外野手、だから DH だよな。いらない。まあいいや、外野手でいいや。指定なし、パワーがある、若手。で、ドラフトも、お任せ、外野手、お任せ、パワーがある、お任せ。パワーがある外野手を探してくれ、スカウト。じゃあ、留学生が帰ってくるまで行きましょうか。留学生は40日。もしや、ヒカキンのマイクラを見てたらいつの間にか、留学生がもう帰ってきてました。見てこうか。下沖。あー、クソ強い。下沖。下沖と真山。いいね。てか今、チラッと見えたんだけど、うちめっちゃ強くなかったか？1点何ゲームとかじゃなかった。交代、ドンメ、あ、違う、正田はめっちゃ抑えてる。岡村とドンメ。勝利投手、勝利投手、調子次第、調子次第、勝利投手、調子次第、お任せ。ビハインド、ビハインド、リード時、リー、ビハインド、リード時、セス、リード時、リード時。リード時多いな。2点台がこんなにいるんだったら、3点台、こいつ勝利投手でいいな。チョードリーと、オキと、ショーダでいこう。わあ、4割打ってる。4割打ってます。高須も3割くぶ4に打ってる。3割1分2割4分に、あー、この辺だな、控えだな。この辺の野手が微妙。変えていこう、一気に。いろいろ試そう。熊田、赤い。
で熊田はタイダリ弱いからタイダリは絹川で行こう。1.5 ゲーム、これ優勝できんじゃないか。あ、留学、外国人もいる。外国人、ここで最後のピースがハマるかもしんない。ディオン、アスターはいらない。ハーティング、ファインズ、プライス、ハーパー、ディオン、ハーティング。ディオン強そうだよな。あ、そう、金がねえんだ。金がないから外国人が取れませんでした。やめます。既存の選手でなんとか頑張るしかない。 1.5 ゲーム差。ちょっとどんな感じになるかシーズン終盤までいきましょうか。もしかしたらうちが優勝できるかもしれない。なんとかクライマックスシーズンはね、2位で、なることができました。まあ、優勝はちょっとできなかったわ。21ゲーム差つけられた。そしてじゃあルーキーの能力を見ていきましょうか。誰がルーキーなのかは全く覚えておりませんが、重松、吉見世代だな。ドラフト1位、吉見は三振持ちなんだよね。 CD、 2軍ではもう大きな成長が見込めないらしい。関本、CF で元々2球した時は3球種にしたのか。福森期待外れだな。もうちょっと強い選手なのかなと思ったけど、意外とあんまり強くなかったです。吉見さんが2軍でやることがないらしいんですが、1軍に上がれますか。君は1軍上がれますか。1軍このメンツ2割3分5厘か。0割0分。赤い入れるんだったら吉見上げてもいいね。吉見ちょっと上げてみるか。1回この辺変えたらよかったな。まあいいや。じゃあクライマックスシーズンやっていこう。オリックスに勝って OB への対戦権を得たい。谷藤絶好調だけどな。椎橋も絶好調だが、やっぱ鈴木啓示でしょ。うちのエースに任しとけばいいでしょ。ここはキャッチャー B、 キャッチャー A。 よしみ、ちょっとスタメンで使ってみようか。ルーキーをここで初めてスタメン、初スタメンじゃないかもしれないな。もしかしたらシーズン中は出てたかもしれない。打率は0割0分0厘ってことは試合出てるか。出てたけど打ってなかったってことか。相手はオリックス。どのチームが日本シリーズで進むんでしょうか。金慶度対ブルーイン、クライマックスシリーズ鈴木啓示背番号1番。金慶度の先発ショートは高津、鈴木、ブルーインの先発強えな。本田、この両投手の投げ3割3分に相手の打線えぐいな。いや4点なんとか頑張れ、いける、お前ならやれる、君たちならやれる。6番栗本、対左に強いよ。対左2割7分そんなに打ってなかった。田島は対左強いのか。普通か。第3球を投げた。おお、いい球投げてきますね。いや、まあ、胸がセカンド。胸セカンドコマされてるな。戸沢左強いっけ。対左 A 持ち。そして阿部ひも持ってます。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。第1球投げました。初球打ち流した。ファースト正面。ゲッツーコースだ。二塁フォースアウト。いやー、ゲッツーか。スリーアウトチェンジ。先ゲームは頼むぞ、頑張れよ。なんとか、おお、ノーアウト2塁。だがここで北川、北川金徳3つある、4つあります。勝負師、左腕キラー、滅多打ち、高級筆だ。そしてチャンスでは4割誇ってます。ホームランも43本打ってる北川、めっちゃ育ってんな。3割6分5厘43本150打点。粘り打ちを持ってるよ。阿部ひもあるよ。よーし、うまい。帰ってこい。おお、帰らないか。ノリさん併殺持ってんだよな。ここで併殺持ちのノリは怖いね。できれば北川に打ってほしかったけど、北川帰るか。もう回ってこないよな。回ってくるようだったら勝ってるよな。ここはダイソーを使おう。
走塁しの絹川、走塁に不調はないんで。やべえ、ロリさんだ。さよなら、逆転ホームラン、スリーラン、154m、 すげえな。しかも今日2本目のスリーラン、1人で6打点。いや完璧でしたね。これはインコース高めの、北川がヒット打ってつないで、ここでノリのホームラン。うわー、3階席にぶち当たったな。あれ3階席じゃない、あれ5階席っていうんかな、何階席なんだろうね。さよならホームラン。そして第2戦、絶好調いねえかな、鈴木。あ、赤堀絶好調か。じゃあ赤堀で。向こうは田口がノリノリか。だがね、本拠地のうちは強いよ。なんてかって言ったらやっぱ打線がいいんでね、うちの強い打線で翻弄してもらいましょうかね、オリックス相手に。点取れ、あと1点。あー、3点はきつい。1点ぐらい、いって、あー、5点差はちょっときついね。クラブシーズ第3戦いきましょうか。誰がやる、阿波野だな、ここは。阿波野で熊田がゼプチョ。あー、外野が調子いいのいねえな。ここはじゃあ絹川行こうか。相手ピッチャーは山岡君。あれ、吉野いない、吉野投げてたから。よし、いいぞ。このまま、阿波野頑張れ。阿波野。よーし。これでファイナルステージに進出と。ワンチャン OB 倒せねえかな。なんかいろいろ奇跡が、いろんな奇跡が起きたら倒せる可能性はあるはず。俺はそう信じる。一生のアドバンテージはあるが、頑張ればいける。鈴木啓司。よーし。しかもここで鈴木啓司が回復してるのはマジででかい。向こうは米田か。広瀬、若松、張本、岡田、山内、長嶋、石毛、八、八幡か八幡か。ファーストか。ワンちゃんがいなくなったから、ファースト。ちょっと弱体化してるんじゃない？ファーストオリジナル選手でしょ？多少は弱くなってんじゃないか、向こうも。全員が OB ってことじゃないからね。おいおい、こういう選手もいるんじゃないか、向こうに。広瀬を外野、広瀬をファーストで使わないのか。広瀬ファースト転向させたらいいのに。いけ、頑張れ鈴木、鈴木頑張れ。よし、鈴木交代だ。鈴木もういい、あとは任せよう他のピッチャーに。よし、鈴木を6回で温存して勝てた。米田を打てたのはいいね、でかいね。よし、これでいい、これでイーブンだ。やっとやれるぞ、うちはみんな自信を持ってきた。やれるんだ、うちは OB と戦えるんだ、そういう自信を持って。第2戦、向こうは機関車投法村山、阪神の OB です。いけ、いっ、あー3点、あーきつい、あーちょっときつい、ちょっときつい、ちょっときつい。こっからなんか逆転を、いやー、完投勝利されたな。打てないね、やっぱピッチャーは。打たれてダメだよ、うちのピッチャーは。最小失点、最小失点で抑えていこう。鈴木もう一回行くか。ここは谷藤、熊田がダメだから、坂根使ってで DH。 向こうはホークの神様が来るよ。大変ながら近畿
よし、いって。あとは抑えよう、抑えよう、抑えよう、抑えろ。1点取って、1点取ってあげて、1点取ってあげて、1点取ってあげて、チャンスになってください。さよならはダメよ。よし、チャンス。9回2アウトだから、2アウトながら、大石大二郎。だから大石はチャンスに弱い。チャンスいい。タイピンチ全然打たれてないな。フォークえぐいね。どうやって入れたんだろう、こいつらは。ヒット、ヒット。連打だよ。向こうもスタミナなくなってきてるよ。いいよ、いい感じ。えぐいな、ドロップカーブも。フォーク7って。ああ。ライトフライ、飛距離は出ていません。掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。緊急さよならやめて。よーし、チャンス。北川、しかもここでチャンスで。ノーアウトランナー2塁という場面で、155キロ。北川すごいよ、打つよ。勝負師持ってるよ。そして高級質だ、高めに強い。フォークえぐいな。そして阿部日も持ってます。第3球ボール。ヒット。あー、ショートいい守備だな。だがノリさん、最低でも犠牲フライは絶対打つ。あ、アーチスト持ってんだ、ノリさん。やったぜ、パワーヒッターがアーチストになりました。今のは打ち殺じゃないか、球。今のは打たないか。うえい、投げました。入った。今ので、あれ、あれで入るわ。全然余裕で入るわ、今ので。今ので上がホームラン。ちょっとかすっても135本。5メーター。会心ではなかったけどね。上がホームラン。よーし。よし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 、いいぞ。いいぞ、いいぞ。2勝1敗。勝ち越してる。戦えてる。うちも OB 相手に戦えてるのは2勝2敗だった。勝ち越してはなかった。ここで鈴木消し、また鈴木すごいね。めちゃくちゃ投げるな。相手は不調の小山。鈴木がフル回転してる。もうできればここで対応点取って鈴木を楽にしてあげたい。5イニングぐらいで変えてあげたい。むしろ変え、もう2回、2イニングぐらいで変えたい本当は。2点、取ってくれ、取ってあげてくれ。3点ならワンチャンある。さあ、いよいよ9回に入ります。バッターはワンチャンアウト2点なら。アンダースロー、山田、山田久志。あー、シンカーえぐ。第2球投げました。危ない球だが球速はそんなにないからな。3球目投げました。高速シンカーはボール。早くねえか。ちょっと待って、早かった。154キロ。あ、嘘つきました。150アンダーで154キロ投げます。こいつ怪物でした。入れ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 。よーし、この球場の狭さを利用してやっていこう。まさか今のが入るか。大石ちゃん目ついてるよ。ちゃん目というか切り込み隊長。筋トレ発動します。今のが入るか。これレフトライト線になったら簡単にホームラン打てんじゃない。あー、それじゃないんだよな。真ん中に打ったらダメだ。今のはレフトに打ったらホームラン入ったかもしれない、ワンチャン。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、関東の大砲、船木。3割1分4に20本打ってます。この OB の中2番打ってるからね、間に入って1番、3番、4番とえぐいやつらがいるけども。あー、北川頼む。お前ならやれると信じてる。今年3割6本に43本、150打点。怪物みたいな成績を残した。もうホームラン狙わないのか、あんまり。ミート中心なのかな。よし、抜けた。よーし、お膳立て。ノリさんへのお膳立ては完璧です。しかも2アウトだから併殺はないと。ここでノリ、しかも絶好調。ダイソーいらないな。もうここはホームランで返すしかない。ノリ、第2球投げた。カーバーストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。第3球を投げた。一つ外してボール。お前なら絶対打ってくれて俺は信じてるぞ。投球これから4球目。いやー、ライト前に出る。取りました。これで大手かけられたね。
だからこっから2連勝したらいける。明日勝って、今日勝てばまた分かんないよ試合は。赤堀、いや阿波野、権藤か。すごいピッチャーばっか出てくるんじゃないか向こう。おかしくないか、なんだそれ。全員エースじゃん。全員沢村賞クラスのピッチャーが出てくるんだから、毎回。よし2点、よし。阿波野が壊れてる。よし。誰だ。4イニング5点。お？あ、お前か。ホームラン打たれたのは。仲間頑張ってたんだよな。今シーズン2点台だもんね。文句は言えねえ。だからこいつなら4取れるかもしれない。でも 0.86。今月 0.86 ってどういうことですか？0.86 です。第2球投げました。だから OB ではない。なら可能性はある。そして寸前バットが発動してます。だからここ5番からなんだよな。投げました、打ちました、一塁線切れてファール、追い込んで投げました、打ったい当たりだ。よし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 、クリーンヒットです。繋いでいこう、繋いでいこう、ティングを見せました。繋いでいこう、栗本、いつだ栗本、今日はヒット。うちは左に強いよ、左にはピッチャー投げました、ボール、左ピッチャーに強いよみんな。第2球引っ張った、入れ入れ入れ、右にボールが上がっている、よーしメス、よーしラッキー。普通ならライトフライ。栗本ナイスバッティングです。深川も左に強いよな。大体でここで次代打だな。次戸沢大打だな。第9投げました、パープルやっぱ特能が正義だというところ見してやれ。タイダレを見してやれ。投げた、よし抜けろ、よし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 、満塁ホームラン同点。深川いいバッティングを見せました。左バッターに弱いのか向こうは。そういうわけじゃない、寸前か。ここは代打戸沢でいくでしょう。阿部秀いいんだって。ホームランを狙うな、お前は。対左への阿部レジヒッター。君がそれの取り柄です。君の取り柄はそこなんで、ホームランを狙わなくていい。抜けろ、よし、帰ってこなくていいよ。あ、でも、あ、よく危ない危ない。よーし、2点差、2点差。中郷は打たせる。いやゲッツーだけは、いやー最悪最悪、負けちゃった。ほらめっちゃいいムードだったのにな。あー勝てなかったか。強いな OB は。でもやっぱりうちちょっと強くなったね、近づいてるね一歩ずつ。初めてじゃないか2勝したの。今まで1勝が最高だったのに初めて2勝することができました。ってなれたらあと2勝だよ。じゃあ2勝するのに果たして何年かかったかっていう問題だけどね。10年ぐらいかかってます。このチームから2勝するのに10年ぐらいかかってます。そして OB はパリーグの方の OB は負けちゃったね。あんまり差は変わってません。20ゲームぐらい。防御率はうちが 3.8、 その次ってなったら 4.8 だからね、まあ、その下が 2.9 なんだけどね。打率は近いね、まあ、打率は去年俺勝ったのか。だからやっぱ得点は勝ってないね。むずいね得点は。 2.43 15勝6敗、 2.66 15勝7敗、 3.54 16勝5敗、 3.97。ちょうどいい。中継ぎは結構頑張ってくれたよね。
中浜頑張ったよ、最後打たれちゃったけど、まだ5年目だからね。オキがダメだったな、今年。吉井は相変わらず毎年いい成績を残してます。北川だよな、今年は。3割6分5厘、43本150打点。勝負師、サワンキラー、めった打ち、高級筆だ。そして、阿部比、粘り打ちもあるしね。ミート中心なのかな、そういうわけじゃないのか、なんであんなミートだったんだろう、不屈の男。3割2分7厘、42本144打点。早熟か、美味しい。船木高須めった打ちか。番宣のやついねえのかな、 OB でのりさんとか番宣にしてほしかったね。魚ね、ここは固定できたんだよな。内野手、外野2人、あと外野1人と DH だな。うちに足りないのはそこなんだよな。圧倒的野手不足だから、やっぱ野手を鍛えないといけない。野手は結構ドラフトで獲得してんだよ。いまいち伸びないんだよな。北川、のり、高須、鈴木啓史、新人枠、あ、首位打者北川取れた、やったぜ。あ、最多セーブ取れなかった。松井がホームランを打点を。13年目、3割出した5人、3割30本30、あ、トリプルス、あ、そうか、大石がトリプルスリーできたのか。じゃあ今日ここで終わります。それじゃあ見てください。ありがとうございました。バイバイ。